スリウムは、原子番号69の元素、元素記号は TM、ランタノイド系列の13番目の元素である。他のランタノイドと同様に、最も一般的な酸化数はプラス3であり、酸化物、ハロゲン化け物などの化合物で見られる。ただし、系列の後半であるため、プラス2の酸化数も、結果生じる、ほぼ完全な4 f 不によっても安定化される。水溶液中では、 他の後半のランタノイドの化合物と同様に、可用性のツリウム化合物は9つの水分子と、作体を形成する。1879年、スウェーデンの科学者、ペールテオドール・クレーベは、気度類酸化物である、エルビアから、それまで知られていなかった2つの成分を分離し、これを、ホルミアートツリアと呼んだ。これらはそれぞれ、ホルミウムとツリウムの酸化物である。 スリウム金属の比較的純粋な資料は1911年に初めて得られた。地球上で微量にしか見られない放射能的に不安定なプロメチウムに次いでランタノイドで2番目に少ない元素である。加工が簡単な金属で明るく銀灰色の光沢がある。かなり柔らかく空気中でゆっくりと変色する。高価で希少であるにもかかわらず持ち運びできる。 X 戦争地や一部の個体レーザーの放射線源として使用されている。生物学的に重要な役割はなく、特に毒性はない。ツリウムは1879年にスウェーデンの科学者ペールテオドール・クレーベにより、他の気土類元素の酸化物に含まれる不純物を探すことで発見された。クレーベはエルビアの混合物のうち知られているものをすべて取り除くことから始めた。 追加処理により、茶色と緑色の2つの新たな物質を得た。茶色の物質は、ホルミウムの酸化物であり、クレーベにより、ホルミアと呼ばれた。緑の物質は未知の元素の酸化物であり、この酸化物をツリアと呼んだ。元素名であるツリウムは、スカンジナビア、またはアイスランドに関連する古代ギリシア語の、地名であるトゥーレにちなんで命名された。 ツリウムの原子記号はつであったが TM に変更された。ツリウムは非常に珍しかったため初期の研究者は実際に緑色を見るのに十分な量を生成することができなかった。エルビウムが次第に覗かれるにつれて2つの特徴的な吸収体の強度が強くなるのを分厚的に観察するのに甘んじるしかなかった。ほぼ純粋なツリウムを得た最初の研究者は ダーラムのニューハンプシャー大学。彼は1911年に自身で発見した、周素酸分別再結晶法を使用して、生成を行った結果を報告した。材料が均質であることを確立するために1万5000回の生成操作を必要とした。高純度の酸化ツリウムは、イオン交換分離技術が採用されて1950年代後半に、初めて商業的に提供された。 アメリカンパダッシュケミカルコーポレーションのリンジーケミカルディビジョンは純度99%と99.9%の酸化ツリウムを提供していた。純度99.9%の 1kg あたりの価格は1959年から1998年までで4600ベドルから13300ベードルの間で推移し、 ランタノイドの中ではルテチウムに次いで2番目に高かった。純粋なツリウム金属は明るく銀色の光沢があり、空気にさらされると変色する。モースコードが2から3であるため、ナイフで切ることができる。転性と遠性がある。3 2系では、強磁性。32から5 6系では、半強磁性。5 6系以上では、常磁性である。二つの、主な同素体。 正方明タ・アキラの αTM とより安定な六方小の βTM がある。ツリウムは空気中でゆっくりと変色し、摂氏150度で容易に燃焼して酸化ツリウムを形成する4 t m 3 o に2 t m 2 o 3かなり電気溶性であり、冷水とはゆっくり、温水とはかなり早く反応して水酸化ツリウムを形成する2 t m 6 h 2 o に t m 3 3 h 2 ツリウムは、すべてのハロゲンと反応する。反応は、室温で遅いが、摂氏200度を超えると激しくなる。2TM3 回 22TMF32TM3、CL22TMCL32TM3BR、22TMBR32TM3I22 と見、3ツリウムは、気流酸に容易に溶解し、TMQ3 作体として存在する、単緑色の t m イオンを含む溶液を形成する。 2TM3H2SO42TM33SO243H に,に,にツリウムは様々な金属及び非金属元素と反応し様々な二元化合物を形成する。例えば TMN、TMS、TMC2、TM2C3、TMH2、TMH3、TOMC2、t o n g 3 TMB4、TMB6、TMB12 TM である。これらの化合物では ツリウムは原子化状態プラスに及びプラス酸を示すが、プラス酸の状態が最も一般的であり、この状態のみがツリウム溶液で観察されている。ツリウムは溶液中で TM3 イオンとして存在する。この状態ではツリウムイオンは9個の水分子に囲まれている。TM3 イオンは明るい青色の発光を示す。唯一知られているツリウムの酸化物は、 tm2o3 である。この酸化物は、ツリアと呼ばれることもある。赤みがかった紫色のツリウム化合物は、ツリウム化合物の還元により作ることができる。ツリウム化合物の例には、ハロゲン化物がある。tmcl37h2o や tm23、6h2o などの一部の水和リウム化合物は、緑色もしくは緑がかった白色である。二塩化ツリウムは、 水と非常に激しく反応する。この反応により、水素ガスと赤みがかった体色を示す TM3 が生じる。ツリウムとカルコゲンを組み合わせると、カルコゲン化物が生成される。ツリウムは塩化水素と反応して、水素ガスと塩化ツリウムを生成する。硝酸を使用すると、硝酸ツリウム酸が生成される。詳細は、 ツリウムの同位体を参照ツリウムの同位体は 145tm から 179tm の範囲である。最も豊富で安定な同位体である 169tm の前の主要な崩壊モードは電子捕獲であり、後の主要な崩壊モードは β 崩壊である。169tm の前の主な崩壊生成物は元素68同位体であり、後の主な生成物は元素70である。 ツリウム169は唯一の原子同位体であり安定であると考えられている唯一の同位体である。半減期が非常に長くホルミウム165にアルファ崩壊することが予測されている。最も半減期が長い放射性同位体は半減期1.92年のツリウム171と半減期128.6日のツリウム170である。 他のほとんどの同位体の半減期は数分以下である。これまでに35個の同位体と26個の核異生体が検出されている。169統一原子質量単位より軽いツリウムのほとんどの同位体は電子捕獲や β プラス崩壊を介して崩壊するが優位な α 崩壊や陽子放出を示すものもある。重い同位体は β マイナス崩壊する。 ツリウムにはいくつかの用途がある。ホルミウムマイナスクロム、ツリウムトリプルドープとイトリウムアルミニウムガーネットは、高効率のアクティブレーザー排出材料である、2080ナノメートルの波長の光を放出し、軍事用途、医学、気象学で幅広く使用されている。単元素、ツリウムドープとヤグレーザーは2010ナノメートルで動作する。ツリウムを元にしたレーザーの波長は、 空気中や水中での凝固振動を最小限に抑え、組織の表面的な切除に非常に有効である。このため、ツリウムレーザーはレーザーに基づいた手術にとって公的である。効果であるが、持ち運びのできる X 線装置は原子炉で衝突され、作られたツリウムを放射線源として使用している。これらの放射線源の対応年数は約1年で、医療や歯科の診断の道具として、 また、見ることのできない、機械部品や電子部品の欠陥を検出するために、使用されている。このような放射線源には大規模な放射線防護は、必要なく、小さい鉛のカップがあればよい。ツリウム170は、小線源治療による、がん治療の X 線源としての人気が高まっている。この同位体の半減期は128.6日であり、強度が同等の5つの主要な気線がある。 ツリウム170は放射線透過検査で使用される最も人気のある4つの放射性同位元素の一つである、イットリウムと同様に高温超電導体に使用されてきた。マイクロ波機器で使用されるフェライト、セラミック自生材料で使用される可能性を持つ。また、スカンジウムと同様に他の元素ではカバーできない緑色の発光線という珍しいスペクトルを持つため、 アーク照明に使用されている。紫外線にさらされると青色の傾向を発するため、偽造防止のために、ユーロ紙幣に入れられている。ツリウムをドープした硫酸カルシウムの青色傾向は、個人線量計で放射線の目視監視に使用されている。ツリウムが2の値電子状態にある、ツリウムドープとハロゲン化け物は、発光型太陽周光器の原理に基づいた、 効率的な発電ウィンドウを可能にする有望な発光材料である。ツリウムはモナズシに見られる。自然界に純粋な形で見られることはないが、他の木土類と共に鉱物の中に少量を含まれている。イットリウムやガドリニウムを含む鉱物と一緒に見られることが多い。特にガドリン石という鉱物に含まれるが、モナズシ、ゼノタイム、ユークセン石という鉱物にも含まれている。 他の気土類に比べて広い範囲の鉱物に見られるわけではない。地球の近くにおける存在量は重量にして0 5ログラムであり、モルで 50pp である。土壌の約0.4から 0.8ppm を構成する。海水の 250ppq を構成する。太陽系においては重量にして 200ppt、モルで 1ppt の濃度で存在する。 ツリウムの功績は中国で最も一般的に見られるが、オーストラリア、ブラジル、グリーンランド、インド、タンザニア及びアメリカ合衆国にも大量に埋蔵されている。総埋蔵量は約10万トンである。放射性プロメチウムを除き地球上で最も少ないランタノイドである。主に川の砂に含まれる。モナズ石からイオン交換により抽出される。 新しいイオン交換及び溶媒抽出技術により、気土類の分離が容易になり、ツリウム生産のコストが大幅に削減された。今日の主な出所は、中国南部のイオン吸着年度である。これらの中に含まれるすべての気土類のうち、約3分の2がイットリウムであり、ツリウムは約0.5%である。ツリウム酸化物を、ランタン金属、または密閉容器内で、 カルシウムにより還元することで分離することができる。ツリウムの天然化合物はどれも商業的に重要ではない。年間約50トンの酸化ツリウムが生成される。1996年の酸化ツリウムの価格は 1g あたり20ベイドルであり、2005年の純度99%のツリウム金属粉末の価格は 1g あたり70ベイドルである。海洋製のツリウム塩は、 程度の毒性があるが、不要性のツリウム塩は全く毒性がない。注射すると肝臓や脾臓の変性を起こし、ヘモグロビン濃度が変動することもある。ツリウムによる肝損傷はメスのマウスよりもオスのマウスの方が一般的である。このようなことはあるが、ツリウムの毒性レベルは低い。人ではツリウムは肝臓、腎臓、骨で最も多く見られる。人は 通常年間数マイクログラムのツリウムを消費する。植物の根はツリウムを吸収せず、野菜の乾燥重量には、通常 1ppb のツリウムが含まれている。ツリウムの粉塵及び粉末は吸収もしくは摂取すると有毒であり、爆発を引き起こす可能性がある。ありがとうございます。